はい、当人中ハキャットブルーマン協会です。今日はノルウェーちゃんのソフィちゃんです。よろしくお願いします。もうお風呂に入ってるで綺麗に洗いましょうね。ノルウェーちゃんとかメンフーンとかラグドールとかね、ラガマフィンとか、早口言葉みたいだな今なあの大型のね長毛種なんですけどね、最近はね美容室にねよくね来てくれるようにねなったんですよ。でなぜかっちゅうとね、みんなね性格よくってお利口さんなんだけど、大きいでしょ、そして長毛でしょ、だから家でね最後までできなかったりとか、きちんと皮膚まで洗えなかったりとか、乾かさせてくれなかったりとか、大きすぎて抱っこできなかったりとか、いろいろねちょっとしたねトラブルがあってね、キャットブルーマン協会に行っちゃえって言ってね来てくださったんですよ。でね、とってもねありがたいの、猫ちゃんにとっても飼い主さんにとっても私たちにとっても、家でね頑張って結局できなくってね、もつれることになっちゃったりね、とてもざまいけどね、お風呂の手順がね嫌でね、嫌がりんぼちゃんになっちゃったりとかね、いろいろなまあね小さいトラブルから大きなトラブルまであるんですね。そしたって最初からね1回目はキャットグルーマー協会で、そしてここで洗っていくとお家帰ってねやりやすいんですよ。なので協会に来てくれた後4週間から2ヶ月にね1回のペースでお風呂に入れてもらって、そして2回ぐらいお風呂お家でねしてもらって、今度また次には、ちょっと季節も変わっていることからキャットグルーマー協会来てもらってということでね、両方ねお手入れしてもらうと非常にね上手にいくし、猫ちゃんも美しくその品種の特徴をねしっかり出せるねグルーミングがねできると思うんですよ。めっちゃ先生しっかりねクレンジングしてあげますから、あとねめっちゃ楽なようにしてさせてあげれるんでね、ぜひぜひねちょっとうちの子オイリーだわって思う子なんかは特にねいらっしゃってください。そしてみちゃん先生ね、儲けよりその子のそのコンディションを大事にしてるので、シャンプーとカットをしたからたくさんお金もらえるからって無理にねしたりとかしないし、そしてもっと頻繁にお越しくださいななんて猫ちゃんのね状態でちゃんとその子その子に応じてのだいたいどのくらいが目安ですよっていうアドバイスもするのでね、ぜひねいらっしゃってください。前も言った通りこういう白がねいっぱいある猫ちゃんね、こうやって先に青いシャンプーをちょっと手に取ってね、1回目のシャンプーの時についでにねこういう感じでね泡パックしておきましょうね。そしてもう一回最後にねちょっとクリーム敷いて、しっとりサラサラに敷いてね、いつもより皮脂が戻りづらいようにねしておきましょう。もうね私ねこのクレンジングが終わった時点でね、あ感染したなってちょろってすすいだらわかるんですよ。今この時点ではまだキュッキュッって言わないの、言うんですよ、聞こえますね。私ねすすぎの上手、早いんでね上手なんですよ。ブルートビーとかブルーとかもねこのホワイトニングシャンプー使ってください。青い毛にこんなホワイト用したら白ちゃけちゃうとか赤ちゃけちゃうみたいなねそういうことを言う人いるんですけど、そんなんで赤ちゃけたら白髪染めにらんのでねね、全然心配せんといてくださいね。ただお家ではねこのシリーズゾイックさんのシリーズのホワイトニングシャンプーか、もしくはこのタイミングではこのモアグロッシーシャンプーっていうね
割とあのすっきり洗い上がるシャンプーだね。理想ですよ。よしよし、垂れない垂れない垂れないでちゅうよいしょよいしょよいしょ。あーかわいいかな、元気だな元気だな。よち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 なんでやと思うやろ。これね、あのおとなしくする体操なんでね、皆さんね、あの知っておいてくださいよ。感謝のコメントで、うなぎ系ですね。うなぎ系ですね。きっとお家でやったらニュルニュル逃げて逃げられてって感じでしょうね。そういえば前にあの猫ちゃんの名前でうなぎちゃんっていう子がいたな。可愛かったうなぎちゃん。いろいろいるよな。いたうなぎちゃん。ここで？うん。そう、猫ちゃんの名前がうなぎちゃん。でも本名はね。あ、そうなのね。血統書の名前はちゃんと、けどお家でうなぎちゃんって言ってます。こっちにもヒラメとかカレイとかサルとかいるから、ね、うんね、ワンコもいるしな。ワンコもいる。この角度やったら首絞めてると思われるんじゃん。大丈夫大丈夫、うん、あのね、みーちゃん先生今ねどこにねかけてる、手をかけてるかっていうと実はここなんですよ。ここなんですよね。で、喉なんか全然抑えてないんですよ、ほらね、すごいでしょ。でも見る人が見たら首絞めてる感じ。よいしょ。クリームをちょっと溶かしてね、保湿をしといてあげながら、さあ終わりましょう。あ、ピカピカ。こうやってよく動くからさ、うん、お家では大変かもしれないね。そうだね。でも別だ、あのそれで噛んだり引っかいたりってすることもないお利口さんなんで、あのお風呂場閉めてさえもらえば、うん、でこういったものが落ちてこないようにさえしてくれればとっても綺麗にお家で洗える子だと思います。プルプルプル。はい、よいしょ。プルプルした。プルプルはね、嫌がらんとさせてあげてくださいね。猫ちゃんのお湯ね、あの耳にお湯が入りそうになった時には猫ちゃん全力でプル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 ってしてね、あの入らないようにしてくれてますのでね、ちゃんとね、そのブルブルのタイミングの時にはこことか押さえてたら手離してくださいね。昔メンくんの翔くんっていう11キロの子をお風呂場で洗ってた時にブルブルさせてあげてくださいねって私いつも言うでしょ。で、させておいてあげたらずぶ濡れねえ、おひなさま、はい、おひなさまだよっこい。あ、かわいい。ちょっと見せて。イエーイ、カメラ見せ。お道具はこちらで売ってまーす。賢いな。寝てるんやね。あ、起きた。めっちゃ大きな目に起きた。かわいいでしょ。かわいい。もうね、こうやってね、かわいいとね、役毒なんですよ。小さい頃から毎月毎月ちゃんとお風呂入れてくれてる猫ちゃんですよね。こんなにノンストレスでね、サロンでも全然大丈夫なのね。素晴らしいですよね。やっとみーちゃん先生がいろいろ子猫の時から洗った方がいいよ洗った方がいいよって言ってたね、お客さんがね来てくれるようになってきたな。気持ちよさそうですよ。
ねえ、ブルータビーのピンクはちょっとこういう白っぽい冷めたようなね、白、あのピンクですね。ホワイト、全身ホワイトとかレッドとかの子のピンクっていうのは赤みがかったピンクですね。私肉球だけで何色かわかる。今日帰るの？はい、うん、こっちのが近いんやっけ？来やすいです。来やすいのにな。じゃあまたおいで。はい、うん、生徒さんとね、来やすくまたおいでとかちょっとね。もう来たくねえよとかってね。そんなことないか。あのね、すごい皆さん熱心でね、遠くから来るんですよ。神戸とね、あの代々木とね、あのスクールがあってね、25、6歳ぐらいの方から60歳ぐらいまでの方までね、バラエティに富んでね、あの来てくれてるんですけど、神戸ね、車の便はいいんですよ。んで少しね、電車はね、あの電車乗って最寄りまでちょっとバス乗ってってしないかんねんけど、神戸ね、めっちゃ設備よくってね、そして人数ね、あの来てもらえるんでね、ぜひぜひね、神戸ね、穴なんでね、あの実習取りやすいんです。ぜひぜひね、西の方、名古屋からぐらいまでやったら、あの東京コントね、あの神戸にね行くといいですよ。私も神戸に必ず月のうち数日は行ってるんでね、心配せんとね、来てください。もちろんね、あの C 級とか愛病コースの1回目、1日目の座学は全部みんちゃん先生なんでね、1日ね、ワンマンショーやりますからね。ねー、ポン出てきた。可愛かったでしょ、今のスポンって。今日はね、皆さんのね、参考になるように今私スリッカー持ってるんですよ。ここのね、先端を下からペン持つみたいに持ってね、優しくこうやってね、シュッ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 ってすると肌絶対かかないんですよ。肌かけるぐらいの力ね、ここに当たらないんですよ。特にドライングの時で毛の膨らみがなくてぺちゃんこな時はこうやってね、持つといいですよ。ちょっとね、今日は皆さんにね、楽な持ち方でね、やってます。そんくらいサービスな、人からな。ほんまにね、あの猫ちゃんとね、仲良くグルーミングしてほしいんですよ。すっごいね、ブルータビーの綺麗な色で、綺麗な鉢割れでね、美しいな、可愛いね。うん、さらさらなんだな。うちはね、あのペットタイプの子も小タイプの子も何タイプの子の子でも小グルーミングするんですよ。毛をその子本来が持っているその品種の特徴を出してあげる、いわゆるさっぱりきれいに洗って、そしてしっとり毛を落ち着かせてあげて、どこも何もカットしたりとかしないっていうのが小グルーミングなんですね。猫ちゃんをサラッサラにね、して、そしてオーダーがない限りどこも切らないようにね、きれいにね仕上げて、シャンプーして、ブローして、その品種のフォートテクスチャー、そしてボリュームっていうのをしっかりね把握して、飼い主さんにね返してあげるの。それが品種の特徴を全部知ってるからできるし、そしてきれいにクレンジングをしてあげることができるんで、はい、あのブラッシュアップ取って、あのシルク、はい、ありがとう。はい、冬場の静電気ですね。しっかりね、保湿してあげましょう。はい、今日はソフィーちゃんだったんですけどね、非常にお利口さんでした。
本日もご視聴ありがとうございました。猫じゃらしに反応してバチバチまでバイバーイバイバーイ。あっち見てる猫じゃらし、はい、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくね。